2023年4月の新ポケモンがポケモンじゃねえ。急にどうしたの？2023年のポケモンの1から4話を見て、思ったのですが、これポケモンじゃねえ。リコトロイ主役のポケモンの、何がポケモンじゃないですか？フランよく私の話を聞いてくれましたね。2023の新ポケモンの何がポケモンじゃねえと思った理由は、そもそも一つのシリーズに網織組織が複数出ている時点でおかしいんだよ。これはまだポケモンと言えるレベルかな。で、1、2話の時点で普通に戦闘してのがおかしいです。3話の時点で新しいポケモンを捕まえない。そして4話の時点で目標なしにまともに旅していない。いやこれポケモンじゃねえ。忍者ゴーだろ。